はい、てことでどうもヒュガです。今回はドラゴンクエストビルダーズ2破壊神シドウと空っぽの島というゲームの知られざるもう一つの遊び方、交互実況についてご紹介していこうと思います。そもそも交互実況というものを知らない人が多いと思いますので、まずは交互実況というものがどういったものなのか簡単に説明していこうと思います。交互実況というのは箱庭兄弟独自のゲーム実況スタイルです。最初の回は兄、次の回は弟、その次は兄、また次の回は弟と交互に入れ替わって実況していく新感覚なゲーム実況です。交互実況の特徴は3つあります。1つ、制限時間1時間。制限時間中はストーリーを進めるもよし、建築するもよし、グダグダするもよし、自分の好きなように1時間を過ごして良いのです。1つ、情報の共有は禁止。このルールは交互実況をする上で最も重要な要素になります。交代するときに次に遊ぶ人にはどこまで進んだか何をやったのかを伝えないようにすることで、毎回始まるたびに驚きと混沌が生まれる要因になるのです。1つ、妨害の禁止。ゲームを遊ぶときは楽しく遊びたいですよね。交互実況のときも同じです。相手が作ったものを壊さない、相手が遊びにくくなることを意図してやらない、次に遊ぶ人に気持ちよく遊んでもらうために優しい心を持ちましょう。はい、というところで交互実況の説明は以上になりますが、いかがだったでしょうか。交互実況について少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。ご不明な点があるときは詳しい情報が概要欄にあるのでそちらをご確認ください。箱庭兄弟は他にも様々なシリーズをやっているので、もし機会がございましたらぜひご視聴ください。あと、もしよろしければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもお願いします。以上、箱庭兄弟の弟ヒューガがお送りしました。そんじゃ、バイビー。